にちは、シーバードです。今回はマクソンの ROD880 リアルオーバードライブをご紹介させていただきます。このオーバードライブの最大の特徴はここですね。真空管が入っているところと、あと EQ が3つついていて、音作りが非常に細かくできるというところですね。オープニングでお聞きいただいた通り、クランチ系でもしっかりとした粒立ちが良くて温かみがある、そういったところがね、一番の特徴かと思っていたんですけれども、原因をですね、がっつり上げるとそれはそれでかなりいい感じのサウンドになりました。なのでオーバードライブからディストーション的なサウンドまでかなり幅広く対応できる機材だと思います。そして EQ3 つついているんですけれども、基本的にはね、このミッドブーストで音を作っていくっていうのが軸になるんじゃないかなというふうな感じがします。これをこうするかこうするかで一気に音質が変わってきます。より自分の好みの音に近づける音作りができるエフェクターなので、使い勝手は非常にいいと思います。オープニングではルナシーの楽曲を弾かせていただいたんですけれども、チューブ系を好む杉蔵さんみたいなサウンド、非常にぴったりなんじゃないかなというふうに思いました。では今回はですね、ミッドブーストを軸に原因をちょっといじりながら音出しをしていきたいと思います。